ハジョン&チュジフン出演、神と共にに、全世界で IMAX 上映を確定。韓国映画としては初、写真イコールロッテエンターテインメント韓国のファンタジー大作映画の裾野を拡大した、神と共にインと M。監督、キム・ヨンファ、以下、神と共にに、が、韓国映画として初めて全世界で IMAX、観客の視野がほぼすべて映像となる、小大型スクリーンを用いた放映方式、上映を確定した。神と共にに、は、蘇りが約束された最後の49回目の裁判を控えた死神3人が、彼らの1000年前の過去を覚えている上主神に出会い、この世とあの世、過去を行き来しながら、なくした秘密の縁を探していく物語だ。IMAX の大型スクリーンと鮮明なイメージ、豊かなサウンドを通じて、神と共にに、の変わった見どころと、深みのある、ドラマを楽しむことができるようになるということで、早くから韓国と海外の多くの観客たちの期待感が高まっている。キム・ヨンファ監督は、韓国のコンテンツを、IMAX という素晴らしいスクリーンを通じて上映することができて、光栄に思う。韓国映画としては初めて全世界の IMAX スクリーンで上映されるというのは、特別な感動を与える、と感想を伝えた。彼は、動員観客数1440万人を記録して、韓国にブームを巻き起こした、神と、共に罪と罰、が、神と共にに、のための予告編だったと、自信を示した。果たして、神と共にに、が前編のように、動員観客数1000万人を突破することができるのか、注目を集めている。